はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、強化暁大付属、今回は野手でやっていきます。で、前回のガチャで、7位と、3本松の別バージョンが、出ましたので、この2人入れてやっていきます。で、7位は PSR、プラゴのフル覚醒をお借りしてます。で、テーブルちょっと確認していきますと、固有はやる気効果アップと得意練習率アップで、筋力ボーナス8がついて、試合経験点ボーナスが45でついて、50になるとタックが60ですね。50にならないとタックは 50% になってますというところで、ただ覚醒させると練習効果アップ30が、まあ、レベル10まで持っていくとつきますので、タックの性能自体は、全然高いと思います。で、ミート上限アップに関してはやっぱり2ですね。なので、通常の2がついて、ミート上限アップ2がついて、合計で、4上がるという形になってます。で、コツに関してはパワーヒト降格と逆境の3つで、特に変わりはありませんというところです。で、今回の編成はまあ、ファーストできてるので、3本松至高のファーストを取りたいなというところです。で、暁の、10決3人を入れてきてます。で、まあ、ファーストを作る関係上、やっぱりパワー上限は、持っておきたいので、あすみちゃんを連れてきてます。で、あすみちゃんを使うときはやっぱり二股したいので、ときめきみおちゃんを連れてきてます。で、ときめきみおちゃんはアーティストなので、まあ、アーティスト候補3人いるんですけど、ここは3本松でかぶせます。3本松でかぶせて、新アーティストで、7位に関してはカジバのバカ力で、例によって独身術要員のレイリーというところになってます。まあ、こんな編成でやっていきます。だ、筋力は多分すげえ足りると思うんだよね。で、コツは7位が来てるな。 OKOK、OK OK、やっぱ最初にね、このコツが来てくれるとなんとなく幸先はいい気がする。で、もう追求しちゃおう。で、7位に関してはもう全部コツレベル5にしちゃっていいと思うんだよね。置いておいて追求するんで、結局。で、あすみちゃんに関しては早めに評価上げたいよね。やっぱりその10血の打倒ポイントを下げるっていうのがやっぱり優先されるんで、そうするとそこまでね、追っかけてる暇がなさそうっていうところ。絡んでくれればいいんだけど、絡んでくれないんで、3人下げられる、ここにするか。だと最後の金徳を誰にするか、ちょっと特に決めてないんで、やりながら決めていくんだけど、ちょっと金徳の種類はどうなってるんだ。余剰な、ちょっとわかんない、余剰わかんないけど早めに倒したいよね。で、六本木は確かストライク送球だから避けたい。あとはで、入れてる10血の人たちに関してはだって打倒しないとタックが組めないんで、3本松倒すでしょ。で、つくもは左キラーだった気がするんで、ちょっとやだ。一ノ瀬と守君はわかんねえ。で、二宮倒して、余剰もわかんないけど、余剰は早めに倒したい。で、五十嵐は、鉄人なんでマジでいらない。で、六本木はストライク送球だからちょっといらない。で、八島も電光石火なんでちょっとやだ。で、七位は倒す。って考えると誰だ？ピッチャーの二人か。ピッチャーの二人だな。ピッチャーの二人か。まあ、とりあえずここにしとこう。みおちゃんの評価を上げていこう。お前はもう早めに消えていい。で、ライバルと友情、これは一番下で打球伸び、ここが競争心で、飯が体力回復できた気がする。結構長いイベント内容が長くね。あ、体力最大値もリベンジも手に入るのか。上いいね。で、コツは3本松か。やっとこう。てか、守君めちゃくちゃ減ってんな。フルヒッターとかいらんけどね。一応追求する。ちょっと7位だったら考えよう。OK、 7位だ。やろっか。で、あすみちゃんマジで全然減らないよ。まあでも7位だな。で、10決3人に関しては
コツ経験点アップはないんで、そんなには上がらないっすね。その追求しても。で、ここはちょっと民間療法にして、選球眼を取って、またコツが来てるよ。3本松。ここも7位で倒せんな。いや、ただ追求しておこう。追求は大事。で、広角打法。で、体力あるし、受けよっか。まあ、それなりに経験点がある。で、7位が倒せる。ヤシマを減らすことができるのか。で、打撃の練習レベルが上がってくれるのは、全然いいんで、やるか。で、これで、1人目、かくらん。3本待つ。めっちゃ上がんな。で、ハゲタカ。金徳はハゲタカ。で、風に立つ三本松。これは一番下。風を味方にして進めていく。で、ちょっと一人打倒したんで、コツを掴んでいこう。ここら辺はもう5にする。どうせ追求するから。で、代打でしょ？いつもの通り、ヘッスラホーム突入。逆境はもう5になったから取る。ムード。ホーム死守、プレッシャーラン。臨床が若干足んないか。で、リベンジも1でいいや。で、アシスト大丈夫か。こんなもん。かくらんも取れる時には取っておきたいね。二宮三本松どっちも来てんな。みおちゃんの評価もちょっと上げたいは上げたいんだけど、10月か。10月中には乗っけたいけどな。まあいいや。やっぱり追求が優先されちゃう。三本松とかコツなんだっけ。パワーヒット、フルヒッターと、あとわからん。げーひどい。一応打倒できるけど、あすみちゃんがいる。守るが倒せんのか。でも死んじゃうからな。追求しとこう。パワーヒッター、全然うまくいかない。ひどい。精神が上がった。怒りの打倒ポイント別に上がっても大して影響はない。みおちゃんの評価を上げつつ体力回復させつつ、ヤシマのポイントを下げる。負けた。なんかここら辺のイベントに恵まれてないな。で、守るくんがいるけど誰も絡んでないでしょ。で、ヤシマも誰も絡んでないでしょ。あすみちゃんで、みおちゃんの評価も上げられる。よし、ここにしよう。てかもう10月の4週だ。マジで。どっちでもいいから告白してきてくれ。できればみおちゃんがいい。打倒じゃなくて追求は上がんないよね、評価。いない。二宮か、あすみちゃんか、みおちゃんか、乗ったな。六本木とかもう19か。四条も14。20か。20だしね。あすみちゃん、ちょっと上げとこう。一回。で、紫外線対策。これ何がいいの？ちょっとよくわかんない。サングラスを使う。流し打ち。なぜか流し打ちを手に入れた。で、レイリーが走り始めましたと。五十嵐を6下げられる。二宮を倒して六本木と7位か。まあ、四条最後まとめて倒す。てか四条マジでなんだ、金徳が。わからん。まあ、そんなの調べればすぐなんだけど、とりあえずこのままでローボールヒッター。一ノ瀬はめっちゃ下がったな。で、告白来てくれたんで OK。最低限は OK。 ここでも筋力手に入るのか。で、メンタルは、うん、ちょっと置いとこう。ここら辺だな。六本木がすげえな。三本松と五十嵐は結構早めに下げられそうだから、ちょっと六本木下げておこう。で、通過でワールドカップ。で、一応打倒ができるけど、守るくん、三本松、四条。四条とか半端ねえな。
あ、ここはなかなか美味しいね。あすみちゃんあげておきたいけどな。まあいいや、まだいいや。で、スポケンはやっておこう。そこそこ体力あるし、ピンショット技術、まあ両方とも欲しい経験点ではあるからね。あすみちゃんをあげておくか。一回三本松が射程に入ったか。これでで、ここは守るくんだけど、やっぱ絡めないといけないからね。一ノ瀬が倒せんのか。三本松と八島か。筋力か。筋力上がってもなっていうのはあるけど、ちょっと能力を揃えていきますか。 C くらいまで持ってくで、筋力を使って、まあまあまあ行こう。これは八島もね、倒しておきたいは倒しておきたいから。挑戦ラッキーボール。いやこれだって余剰、余剰がマジで半端ない。クリスマス前に喧嘩するなよ。仲良くしようぜ。一ノ瀬倒せるのか。どうしよっかな。ちょっとデートしとこう。一回クリスマス前だけど、一応マックスまで持ってこう。これで OK で、パワーは結構上げられるね。パワー比は取ろうで、3なのは置いておくでしょう。流し打ち、ローボールヒッター、まあ、勝ち合いそうな気はするけど。ラッキーボーイ、本塁成果も取ろう。臨床結構あるしね。全然あの走力上げてないけど、かくらも取ろう、まあ、多少足は遅くてもしょうがない今回は。で1のせい、守るくんか。五十嵐、六本木、養生、養生がやっぱり半端ない。ちょっとここは下げていこう。で二宮デート、これは何がいい。彼女がいるからね、真ん中でもいい気がする。あ、一番下にするとモテモテが手に入る可能性があるんだっけ。それ彼女がいない時だけだっけ。なんか分かんない。やっぱり彼女キャラいるといいな。クリスマスと正月がマジでいい。で久々になんかコツが来たな。ちょっとここは一回挟むか。あすみちゃんの評価も上げるという意味で一回くらいはちょっと練習しておきたい。で実戦は誰、誰でもいいや。一ノ瀬か。一ノ瀬は吸収が多いからな。まあ、守るくも打ちやすいかって言われればちょっと打ちづらい感はある。で満点を取るためには40点必要かな。やっぱりやった、危ねえ。結構打ち損じたっぽいけど今のはダメだった。あれパワーヒッターは取ったんだよね。能力的には CC あるから、まあ、全然持っていける数値ではある。あと1本ヒットで OK。 でもさ10血のさ一ノ瀬がさ、こんなにボロクソにさ打たれてさ、みんなどう思ってんだろう。俺がすごいと思われてるのか、一ノ瀬がしょぼいと思われてんのか。よし150ゲット。でマラソンもあるんで、これなんだっけ、スイングスピードで流し打ち、振り切りで広角打法だっけ。じゃあしなやかさにしよう。いや多分だよで怪我しにくさか。まあまあまあいいでしょう。でちょっともう一回、あ七重がもう一回来るんだけど、来るんだけど追求して、マラソンがあるからね。一ノ瀬が倒せる。ここ一回
全員減らして、全員減らしてデートして回復しよう。ちょっとせっかく7位のコツをやったけどっけ、また負けやがった。一ノ瀬がいないからさっぱり。さて、あげるとすればちょっとミート上げてパワーも上げて少し敏捷を振っておこう。で肩と呼吸、これちなみにさ、思考のファースト取るためにはさ、守備力上げておいた方がいいのかな、そこら辺が謎。デートして体力を回復させる。これでマラソンに備える。で打倒してる人が2回目に出てくるから、誰だ、五十嵐とかね結構いいんだけどね。体力の減りが半分になるから、ちょっと待って、どこ、平地か。まあ基本少し飛ばす、登りも少し飛ばす、すごい登りも少し飛ばす。で誰も出てこないし、どうでしょうか。俺何位、4位か。一応鶴瓶もらえるんだ。ここちょっと待って、ここ半端なくない。一ノ瀬守る、誰が残る。そうすると余剰のカウントとか異常なことになるよね多分。1,2,3,4,5、あれ6本いると2人だけになるのか。そうするといや、これはさ、でもさ、いやこれはちょっとまずいでしょっていう。余剰を減らして3本末で追求して、いやだな、ちょっとこれはまだ早い。筋力とか、あ、あすみちゃん告白が来た。オーケーオーケーオーケー、付き合おう。で独立協調に関しては真ん中でいっか。チームメイト評価も特にもう大丈夫だし。で一応ちょっと打倒は見る。五十嵐一ノ瀬で二宮は絡んでくれてる。守くん、余剰は相変わらず、打撃レベル5になるのはでもかなりいいかな。五十嵐、まあ五十嵐はだって倒しちゃっていいでしょ。そうすると六本木が若干邪魔なんだよな。守くんって何くれんだろう。まあいいや、もう倒そう。で次でバレンタインで回復できるんで。何だった、初級か。初級はあすみちゃんくれっかな、守備職。いやいや、上がりすぎ上がりすぎ。でバレンタインください。みおちゃんのバレンタインはかなりいい。でお返しか、いつもだったら広角打法選んでるけどね。ぬいぐるみにしてみる。打開か、まあ全然いいや。でちょっとコツをまた確認していく。広角はまだ3か。初級もまあ置いておこう、くれるし。連打欲しいな、連打結構重いからね。打開、こんなもんか。意外になかったな。でまた幼女つくもはでも倒しておきたい。幼女を減らしてもうあれだよね、倍になるよね。幼女だけあれになるけどいいや。集中的に下げれば大丈夫だよ。24でしょ、大丈夫大丈夫、全然大丈夫。粘り、他が全然もう上がらないから。で厚吉しよう、打撃。でツボケンどうしよう。デートで回復もさせたいんだけどちょっと体力ないから回復に走ろう。パワー、あさすがに無理か。パワーはさすがに無理だな。突破できるかなって思ったけど、ちょっと守備力なんとなく C くらいに上げとこう。これなんとなく意味あるかどうかは分かんない。
データとできるな、また。六本木が倒せんね。しか結構経験点もすごいし。そうするともう余剰集中的だね、もう。以下で守るもまだいたのか。まあいいや、とりあえずここ経験点もすごいし、六本木倒せるし、やろう。3人来てんのか。ちょっと余剰も、守るくんも、金徳何くれんのかわかんねえ。野手ではあんまり残さないからね、この2人って。で、打倒、これは守君か。まあちょっとさすがにあれだから、あすみちゃん、いや、これマジでやることね。余剰がいないともう意味ないから。で、ちょっと待ってね、アーチストを考えないといけないから、そろそろあすみちゃんにシフトしよう。デート、まずこいつで取ってから。3本松シフトは関係ないから守備を強化したい。積極守備か。3本松マーチていうか、何これ、前イベと後イベ両方持ってんのこいつ、行かれてんな。これ何、勝負しよう。どうなの、勝った、よくわかんねえ。ガチでよくわかんねえ。で、守くん表情、ちょっと表情を減らそう。ちょっと打倒ポイントもう1欲しいな。4は若干厳しい気がする。まあ、とりあえずここ直上げされるけど。で、守君倒せるか。で、3本待つか。とりあえず二刀はじゃあ S にしておいて、パワーは突破できるね、突破しちゃおう。で、走力もまあ上げちゃって大丈夫だよね、こんなもん。守君倒すから。で、あとは余剰集中的にぶっ倒す。よし、これでいこう。3本待つ、一回追求しとこうかな。フルヒッターいらんけど、後部いらん。4222なんやねんマジで。で、ここはありがとうございます。で、アーティスト、あれ筋力大丈夫だよね。で、不眠症、知らん、不眠症とか。で、アーティスト取って、一応見よう。いいね、そもそも32とか。6減らせられるのか、減らそう。お、銭湯いいね。5月くらいにはぶっ倒したいね。で、7位のイベントは一番下が増えてるんで、一番下で、あとはひたすらちょっと余剰を下げる。もう4ターンかかるな。とか、不眠症マジかよ、意外に邪魔だな。こういう時にはデート、不眠症もほっとく。本当にやることがない時は病院に行く。もうデートも終わってね。これ何がいいの、下アウトコース、これもまあもうどうでもいいよ、どうでもいいけど、ちゃんと歌っておくか。で、ザ・ダイナミック、ここで分かれるはずなんで。で、今回火事場を取りたいので下、上だとアーチ、まあ、まだ2回目だからあれだけど。で、ここはダブルタックになってんだ。7を減らす、7じゃないや、間違えた、よっちょ。で、あすみちゃんのお願いか。まあ、聞いとこう。ハイボールヒッターを取っとこう。おい。これはよし、とりあえず通過はした。で、独身術、もうかなり掴んだね。いやー、余剰、意外に苦戦してんな。アーチスト取っちゃおう。早めにだから、受血は打倒しちゃって、
あとはコツで経験点を取りたいっていう。漁場、俺はお前の味方だ。三本松、お前はどうでもいい。で、新アーティストも取って、ちょっと待って、精神が結構な感じになってるんで、さばいておこう。100人まで上げて、で、独身術取れるよね。独身術も取って、ちょっと、あ、ここを取ってあるじゃん。あ、これちょっと無理だな。筋力が足りないと思う。独身術取ってと、あ、取れるか。ギリギリ取れんね。OK。あとはまた下げ。よし、余剰。あと、うまくいけばあと2回。試合はもう、お任せいたします。だから野手もやっぱり7位の別バージョンと三本松の別バージョンが出たことによって、まあ、やりやすくはなってるかな。別バージョン10決が3人入れられるんで、まあ、ちょっと3人入れるっていう前提条件はあるけど、なんか出てきたし、え、俺元気になりたいんだけど、これさ治るんだっけ。不眠症治んねえし、詐欺が、マジ詐欺なんだけど、いない。どうする、デートするか通院するか。いや、デートだな。ちょっとまだ結構な数残ってるんで。で、これ何がいい、同じもの。ちょっとコツが違ったはずだけど分かんない。代打か。でこれも受けよ、試験は。独身術発動してくれるとかなり楽なんだけどな。打撃能力だけは一丁前だから。フォーク狙おう。こんくらい。カーブ、これも狙う。何、フォークとかがなかなかやっぱり持っていけないな。あと1本ちょっとホームランが欲しい。よし。で、ライジングキャノンを打って、とりあえず40点。ま、なんだかんだで、なんだかんだで乗ったね。木枯らしが出てくるのか。チームメイト評価が下がる。余剰はあとこれであと1回。ラブパワー、いやー、ならなかったか。じゃポロってファーストいや、これ成功したことないんだよね。思考の一塁手、何が悪いのかちょっと分かんないけど、一応打倒ができるけど絡んでないから普通にタッグをしよう。これはもう10年どころじゃないでしょう。で、打倒も見るけど絡んでない。レイディーか、二宮か。いや、やっぱり絡めて妥当だな。これはもうマスト盗塁で、これは何、ドア。結構適当だけど頼まなくていいよ、正直。でミートをちょっと上げきっちゃうか。よし、 OK。 あと肩か、意外に上がってないな肩。筋力やっぱりめちゃ使うね。で、ちょっとこれいないんじゃない、そもそもいないからデートをする。あすみちゃんもようやく3回目か。これちょっときつくないか。で、ここは下二股ゆえの経験点。
で打倒。これは絡んだね、確実に絡んでる。で300だから、まあ、大丈夫ではある。ファーストとか取っとこう。総力ブーストも取っとくか。よし、これでいくか。じゃあでとりあえず打倒は完了。あと10血のコツが来たら優先的に踏んで経験点稼ぐのとデートを終わらせなきゃいけない。ささやきやぶ養生って何くれんの。代々の神様か。金徳的なことを考えると悪くはないね。で肩をちょっとじゃあ上げ切っちゃいましょう。で残ってるから精神を裁くためにチャンスを取って降格はまあまだ残しておいていいな。粘りで初級は5になって代打の神様安っ、マジで安い。ハイボールヒッターとローボールヒッター勝ち合ったのか。結局コツ的にもう多分もう取れないからハゲタカをもらっておこう。でコツがないからデートを優先しないといけないんでデートをします。でここも借金しておいて、とりあえず高校生がどうやって借金するのか謎だけど、タイエース、いやもう全然大丈夫全然疲れてないから、むしろ。でこの子も大人だから全然 OK で3本松か。筋力どんくらいくれんだろう。できれば二宮が良かったんだけどね。153か、すげえな筋力むちゃくちゃ稼げんな。まあ、やっとくか。待ってね、6月の4週でしょ。デートの回数をちょっと把握しとかないといけない。あと最低でも1回、みおちゃんの5回目は、まあ、やんなくてもいいかなっていう気はするけど、やっておきたいから、まあ、デートを優先させよう。ささやきで、いや追求よりはちょっとデートだな。確実性を取る。二宮とかだったらね、筋力敏捷技術をくれるはずなんで。で一級入魂で野手だから試合の経験点でも結構稼げると思うんで、まあ、それを考えるとやっぱり敏捷が足りてないな。怪我しにくさは取っちゃうか。降格取っちゃう。いやー置いとこう。一級入魂取るでしょ。タイエースも取っちゃっていいか。あ鶴瓶、鶴瓶重いな。やっぱり鶴瓶が重いっていうか連打がちょっと重いんだよね。上り調子も取ろう。技術不足になってんな。やっぱり一層取ろう。よし OK。 うんでここでまあ50超えてるんで全然 OK。 だいぶ経験点上がってる。でコツレイリーかー。だったらちょっとデートを終わらせてしまおう。不動の4番でまた筋力持ってかれるけど大丈夫でしょ。さすがにもう筋力系のものは取り尽くしたんで。でコツミオちゃんか。じゃあどうする。もうって感じではあるんだよな。デイリーはちょっと敏捷稼げるアタック性能ではないんで、まあいいか。筋力追求はしない。なんか取り逃してるのは、まあ、4番はだって最後ここ作れるでしょ。あ一発逆転もまあ筋力使うから取っておくか。ホブとかいらんけどね。これ増えんの。一応増えんな。取っとくか査定のために。あと鶴瓶か。だから
でここで73、コツ、いやーコツ来ないな。いやコツ来ないんだったら追求ありだな。あすみちゃんももう大丈夫でしょ。これデートのデートじゃねえや、最後のエピローグ経験点も期待はできるからね。独身術発動してくんねえかな。これ1球ずつ、それとももうここで発動しなかったら独身術発動しない。慎重に行こう。いや待て、これは負ける可能性がある。いやもう特進術は発動しないな。これ負けることはない。てかこれ何くれんの、何気に本塁打打ったの初めてなんだけど。挑発くれるんだ挑発してるんだ。コツ系のテーブルを持った選手がいないんで、なかなかコツが期待できないっていうところが厳しいよね。でそうすると、まあ、まずは金徳を抑えよう、挑発からのもう一個鶴瓶で、そうするとやっぱり技術が足りてないのか、総力とか上限アップさせたわけじゃないんで、余ってるわけではないよね。総力 C だから、だって守備も別に敏捷使ってないし。ホームラン2本打てなかった。っていうかコツが来ない。いや筋力はいらない。打撃これでもうコツで経験点は取れないね。結局打倒した後1回もコツで経験点取れなかったんだけど。あとは少し置いとく。精神吐きたい気がするんだけどな。競争心取るか。ラッキーセブンも意外にあれだな、技術使わないな。他高速チャージを取っては置きたい、ポジション的に。うん、やっぱり試合でねかなり経験点入るのはいいよね。で最後の最後にコツすら来ない。じゃあスカウトさん評価を上げておこう。キバか、そういえばキバはかなり打ちづらいんだよな。400で100点に入って100点に入って100点に入って、あふれないとは思うけど若干怖いところがあるんで、盗塁は取っておこう。アベレージヒッターとか直取りは無理だな。広角結局来なかったし、内野安打。いや技術すげえ使うな。満塁、もう技術を使わないものがないよね多分。インコースかアウトコースかって言われたら、じゃあコツがあるからアウトコース使って、もう技術ない。相変わらず技術不足になるなこの高校は。ちょっと編成偏ってるからね。そのファーストの強打者を作りたいっていう、思考のファーストを持った強打者を作りたいっていうコンセプトがあったからだいぶ偏っちゃったけど、しかも思考のファースト取れてないし。投げた、フォーク決まってストライク。相変わらずちょっともう際は投げました。マジで苦手。爆速が強すぎる。0対0で迎える3回です。ワンアウトランナー1塁という場面で金光、今日の第1打席は全力バックストとかね、投げました。ちょっと打てる気がしない。第3球を投げました。これは入れてくんのかよ。超際どいんだけど。次は5球目。独身術があってこれだからな。
0対0で迎える5回です。いや最後だって経験値で持ってきた100は惜しいけど。第2球投げました。打ちました。右中間へ持って取りました。赤月大付属ここはなんとか追いつきたい。ワンアウトランナー1塁3塁。よし1本とりあえず入れば入った入った。もう1回回ってきたっていうか負けてるし、そもそも何としても得点を上げたい9回です。そうだね、今日2本のヒットを放っている。とりあえず得点上げとこう。入れば同点だ。入った入った。命をつなぐ。ちょ負けてるし、まあいいよ別に、それは俺が打てればいいんだから。115で1位40つぼけん。 OK 成功はしてくれた。であすみちゃん意外に経験点高いからね。窮地コツもくれるし。で1万6000超えるのか、まあまあまあ。で1回でもねコツ来てくれれば1万7000とかも見えたとは思うんだけど、まあ、でもやっぱ彼女キャラ2人いると最後もまた経験点伸びるからね、それがいいよね。他はどれだ、コツを固めていくか、ちょっと能力を上げるかって言ったら多分コツを固めた方が良さそうだけど、守備度一応取っとこう。敏将があるから敏将系のものをちょっと漁っていきますか。速攻いいね、筋力も使うし。レーザービームとかさすがにだからな。チャンスメーカーは厳しい。内野安打走塁チャンスは20丸にしとくか。で2打も取ろう。サイン察知冷静はめちゃくちゃ経験点全体的に使うね。ちょっと総力 B に上げとくか。見た目的に守備力は B まで上げらんないんで、じゃああとあとなんだ、チャンスメーカー、あー帳尻合わせを取るんだったら経験点をさばきたいという意味で冷静を取ろう。もう無理でしょう。気分屋はマジでいらない。さっきは勝ち合ってるから割と余ったな、まあ、筋力と精神が若干余って、もう少しね技術に触れれば結構いろいろコツも取れたと思うんだけど、まあそうだね、もう一個なんか金徳がやっぱ欲しかったよね。思考の一塁手のそれが思考の一塁手取って、まあ、うまくいけばでも、まあ、PG も見えるといった高校にはなってるんで、まあ、やっぱり強化暁大仕様が変わってだいぶ強くはなってると思います。でただやっぱりね10血を入れるっていうのが割と条件にはなっちゃうんで、縛られちゃうっちゃ縛られちゃうよね。まあそういうところはあるんですけれども、まあキャラが揃えば結構経験点も出るし、ここでまたコツもね追求で来てくれれば変わってくると思うんで、まあ一つね、PG を狙える高校ではあると思うんで、まあ結構楽しい高校ではあるし、また暁大の方やっていきたいと思います。というわけで今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。